全国で放送をご覧の皆さん、今日のヒーローはプロ初ゴールを決めました FC 東京向原啓太選手です。まずは一言ありがとうございます。プロ初ゴールの感触、そして決まった瞬間の気持ちを聞かせてください。いや、悪い形で失点してたんで、まあ、僕が思い切りいいことやってリズム作ろうかなって思ったところで、まあ、打ったら入っちゃいましたかなり自分で仕掛けて冷静に打ったというような印象でしたけれども、いや、もう何も見えなかったです、まあ、ただ、左サイドバックだったんで、まあ、クロス持ってないんでシュート打つしかなかったですむしろじゃあそれがうまくいったと。そうですね、はい、不安だらけだったんですけど、逆にその思い切りの良さが、まあ、結果につながってよかったなと思います。その後ももう1点、もう1点と狙っている姿勢が感じられました。はい、まあ、すごいスペースがあったん で、ソータンからもいいボールがたくさん来たんで、まあ、相手のウィングバックを疲れさせる意味でもどんどん上がってやろうと思って行ってたんで、まあ、結果的にこうやって対勝できて、まあ、よかったです。プロになって、まあ、初左サイドバック、そしてこのお立ち台も初になると思いますが、見晴らしはいかがでしょうか。はい、もう今日左サイドバックで景色が違うんですけど、ここに立ってまたすごい気持ちいいなと思いました。見事6対1の勝利、今後に向けて勢いがついたと思います。サポーターの皆さんにメッセージをお願いします。はい、勝てない試合が続いた中でも応援してくださって、でこうやってホームアジスタで大量得点できてすごい気持ちいいですし、この流れに乗って、まあ、本当に年末まで突っ走って最後は皆さんと一緒に喜び合いたいなと思います。今日はありがとうございました。今日のヒーローはプロ初ゴール向原啓太選手でした。おめでとうございます。非常に素晴らしいキャラクターですねそうですね、